Rallies。 皆さんこんにちは、ラリーズ編集部の山下です。今回は恒例となりました新入生紹介企画です。2021年4月に東海の大学に進学した主な新入生を紹介したいと思います。まずは男子からです。愛知工業大学には系列の愛工大名電から曽根選手と横谷選手が進学しました。曽根選手は T リーグの TT 埼玉でもプレーしており、サードシーズンにはベストペア賞を受賞するなど学生の域を超えた活躍を見せています。一方の横谷選手は2020年の全日本選手権一般シングルスでベスト16とランク入りを果たしており、こちらも注目選手です。超高校級の2人が大学でどのような成長を遂げいるのか目が離せません。その他、朝日大学、中京学院大学、中京大学にも仙台北上や大阪桐蔭、有学館、静岡学園と各地の強豪校から東海学生に進学してきています。続いては女子についてです。愛知工業大学には男子に引き続き大物ルーキーが加わっています。まずは四天王寺からインターハイダブルスチャンピオンの大川選手です。高校女王が東海で腕を磨き、全国で活躍する日が楽しみです。また明徳義塾から岡田選手が入りました。インターハイシングルス、ダブルスともに準優勝と、こちらも全国トップクラスの実力を誇ります。2020年10月末の T リーガー対高校3年生のドリームマッチでは、木下アビエル神奈川の川本結衣選手に勝利し、卓球ファンを驚かせました。他にも朝日大学、中京学院大学、中京大学に加わった期待の1年生たちはご覧の通りです。大学に入った期待の逸材たちがどのような成長を遂げるのか必見です。それでは短いですが、今回はこの辺で。いつもコメントありがとうございます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。 Rallies